小川克美君。自民党の小川克美でございます、22日の代表質問に引き続きまして、総理に質問させていただきます。ただ、私の持ち時間6分でございますので、大変恐縮ですが、2問はお答えいただきたいと思ってますので、できるだけ簡潔によろしくお願いいたします。と言いつつ、質問が少し長いかもしれません。<laughs> あのはいえー、先般の,あの代表質問の最後にです、ね、私は理学療法士などのリハビリテーション専門職の果たしてきた役割についてのご認識、えー、リハビリテーション、介護、医療が連携した包括的な取り組みを進めていくことについてのお考えをお伺いしました。で岸田総理からは、まあ、失礼ながら、まあ、型通りといいますか、しかし、まあ、その中でも前向きなご答弁をいただきました本当にありがとうございました。 あのあと、ね、総理の口から理学療法士という言葉が出たことに、また、本会議場という我が国最高の議場でリハビリテーション専門職が語られたことに、全国の理学療法士の仲間から多くの感動が寄せられました、中には鳥肌が立ったとか、胸がいっぱいになったという感想もありました、それほどに感動してくれる理学療法士等の仲間たち、実に純粋で、実に素朴で、給料が安いとか、休みが欲しいとか。 自分のことなどさておいて高齢者や障害をお持ちの方々に真摯に向き合う日々を過ごしている私の愛すべき仲間たちです。そんな彼らの給与水準が17年間上がっておりません。これでは良質な人材が散逸し、リハビリテーションの輸出を担保することができないというふうに思っております。岸田総理の中核的政策である新たな資本主義における分配戦略、人材への投資、このたび一定の条件はありつつも、看護、介護、保育など処遇改善が実施され、 えー、公的改革評価検討委員会での議論も進んでいるようですが、他者の役に立ちたいと念願するものの衣植獣がまず保障されなければ、他者のことどころではなくなります。人が中心、人材への投資という観点から、公共的制度を見直す,見直すべきと考えますが、総理のお考えを伺います岸田内閣総理大臣、はいあの。委員ご指摘のように、あの今般の処遇改善の、まあ、対象につきましては、 医療機関に関して申し上げるならば、この看護職員に限定する一方で、現場の要望も踏まえて、処遇改善のための収入を活用して、理学療法士や作業療法士など、他の職種の処遇改善に充てる柔軟な運用を認めているという内容になっています。またこのの処遇改善が継続的なものとなもとるよう 補助金による支援を補正予算により本年2月に前倒しして実施した上で本年10月以降についても診療報酬改定により措置をするということにしておりますそして今後の処遇改善のあり方については昨年12月取りまとめられた公的科学評価検討委員会の中間整理においてこれまでの措置で明らかになった課題や対象外となる。 った職種も含め、検証を行うべきであるということ、こうしたこの指摘がされていることを踏まえて、職種ごとに仕事の内容に比して、適正な水準まで賃金が引き上がり、必要な人材が確保されるかといった観点から、検討を続けてまいりたいと考えております小川克美君。はい、ありりがとうございいいままますすす前向きの検討をお願いいたします、えー、2代目に参ります 今回の薬期法改正案での論点の一つは、緊急承認制度導入に対する安心と安全に対する懸念に尽きるというふうに考えております。どれほど安全を期しても、想定外の出来事が起こるものであり、本委員会でも多くの委員からさまざまな懸念に対する質疑が行われました。総理から改めて本制度導入に伴って、不測の事態が発生した場合には、因果関係の検証ももちろん大事,あの大事ですが、 まずはしっかりとした対応を責任を持って速やかにやるとの明確なご答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いします。石田内閣総理大臣、はい、あの緊急承認された医薬品については、まああの、通常承認と同水準で安全性の確認を行うこと、これをもう前提としております、まあ。健康被害が発生した場合には、現行の健康被害救済制度の対象となります。 現行の健康被害救済制度においては、厳密な医学的な因果関係までは必要とされないとの考え方のと薬事・食品衛生審議会において、専門家のご意見を踏まえて適切に判断されており、一定の場合に診療,診療録等の提出を不要とするなど、救済の迅速化、 図ってまいいりたと思すそして、ままいりすそして今般、創設する緊急承認制度の運用にあたっては、安全性を確認した上えで、国民の皆様により早く必要な医療品等をお届けするとともに、不測の事態に速やかに救済措置を講ずるよう、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。 小川勝美君ぜひよろしくお願いいたしますあの時間もありましたのでこれで終わりますありがとうございました